創価学会ってあの作って作作たのは池田大作さんじゃないんですよね。そう池田大作さんがすげえ広めたっていうのがあるんですけどでも実は最初に作った人ってそうでもなくて多分だからそ池田大作さんが広めるの超優秀だったのであの人が多分その創価学会以外の別の宗教にいたとしたら多分その別の宗教を今の,その創価学会のようにうまく広めてると思うんですよ。 そうするとその宗教を作った人そのものというよりその経営者として優秀だったっていう人が多分それをうまくその言葉だったり仏像的なものだったり聖書的なものだったりをこううまくその,あのなんか三種の人儀的なものだったりっていうのをこう使ったっていうところなのかなっていうのがあるのでなのでそこら辺のその最初の人がどれぐらい意図しててどれぐらい優秀なのかっていうのはまあ多少確認したいなとは思いますけどもはい。 総価学会の競技に新人は1人前、仕事は3人前というのがあるそうです。宗教のお熱な具合が1人前レベルなら仕事ではその3倍優秀で、あ、そうなんだ。仕事は3分の1とかそういう意味ないかと思いました。<laughs> その職場にないとコマンレベルになって信頼される人になるという競技です、えー。日蓮も宮遣い、各個各人の職業を教協とおもしめせ、本尊だと思えと言いているので、ついつまわってます。えー、なので、無能化が総価学会やのってかなり辛いと思いますか。か嘘じゃないですかね。 僕の地元、東京都北区、あの、霧ヶ丘っていうところであの、団地群が多かったので、で、創価学会の人、やたら多かったんですよ。団地のところに、雪印の工場っていうのが昔あったんですよね。雪印東京工場。で、そこにね、団地が8棟ぐらいあって、多分1個の団地に50世帯ぐらい入ったのかなで、雪印が潰れて、そこ全員失業者になったんですよね。 あの、総科学会員で仕事3人前できるんだったら、あの、行印東京工場潰れてねえだろうって。お前らみんな失業者で無職じゃねえかと。で、あの、その雪印工場じゃないところの桐川家団地の方も、普通にあの、失業者とか無職とか多かったんですよ。で、もちろん総価学会員も多かったんですけど、大人になって金持ちで総価学会の人って僕そんなに会ったことないんですよ。 子供時代のその貧乏な人とか団地済みで総合学会の人いっぱいあったことがあるので、比率でいくと僕貧乏な人の方が総合学会比率高いんですよね。これ僕の体感ですよ。あの、本当は違うのかもしれないですけど。なので、あの、宗教頑張ってる人ほど金持ってねえよなっていうのがあるんですけど、ただ、あの、芸能人で、あの、うまくいってる人で宗教の人はいます。 この宗教の芸能人っていうのになると、そのファンがついて、その人がテレビに出るたびにそのテレビを見るっていうファンがいるので、芸能人でうまくいってる人はいるんですけど、ただ、なんか会社員とか会社経営者とか高収入とかで宗教ご熱心ですっていう人あんまり見たことがないので、なので現実は違うんじゃないかなと思います。個人事業主はね、結構うまくいくこと多いんですよね。実はその異業種交流会みたいなもので、 その同じ宗教に入ってるんだったら裏切らないよねっていうのがあるので、なので、例えばじゃあ自分がスーパーやってて、ちょっと印刷工場どっかにチラシ発注したいよねっていう時に、同じ宗教同士だったら裏切らないから、じゃあその同じ宗教の印刷工場の人に頼もうみたいな感じで、その同じ宗教の中の人同士で仕事ぐるぐる回すっていうのがあったりするんですよ。なのでそういうねで、その、あの、個人事業主レベルで権限がある人だったら、割とその宗教だった方が結構うまくいく場合もあるんですよね。はい。 僕も割とそのマルチとか宗教とか好きで結構話最後まで聞いちゃうんですよね予備校生時代とか池袋にいてなんか手かざししてお祈りさせてくださいとかっていうのもずっと話聞いててで割と僕その問答を結構しちゃうんですよあの人たちのルールとして人を見捨ててはいけない諦めてはいけないっていうのがあるんですよなので僕がもういっすあのもう行きますっていなくなったらその話してる人もお役ごめになるんですけどずっと話してるやつは その、負けを認めたいけないっていうのがあって、で、話してるうちに、どんどん先輩がやってくるんですよ。で、先輩が来て押し問答になるんですけど、その先輩にも僕ずっと話するんで、そうすると、その先輩の先輩みたいなのが来て、なんかその、イケメロコ中の巻き替えの人が集まって、なんかね、6、7人にずっと囲まれて、ずっと同じ話をするっていうのをやったことあるんですけど、 で最終的になんかすごく偉い人かなんかの連絡が来たらしくてあのもうこの人無理だよってことになって解散になるっていうのがあってあ結構みんなちゃんと約束を守ってそのなんかこの人無理だって現場で判断しないんだすごいなっていうのがありました僕結構宗教の誘いにほいほい乗るタイプだったんですよね。 中学生の時にパソコン通信を始めてでその時にオウム真理教がやってるあのパソコン通信のネットがあってチャットですごい言い争いをして「じゃあ君は勉強した方がいいよ」って言われて「じゃあ本を送るから住所教えて」って言われて家の住所送ってオウム真理教から10冊ぐらい本が来ちゃうかな 僕の部屋の本棚にオウム真理教の本がバーっと並んでてでその後にあのオウム真理教がやらかしてサリン事件とかででうちの親がたまたま僕の本棚を見た時に驚愕するっていうそういうあの面白いことがあったんですけどで割と何か僕宗教の勧誘とか結構乗っかるタイプでまあ中央大学っていうところ行ったんですけど統一教会かなんかでなんかあのカレーを食わしてくれるっていうのでなんか行って話聞きながらすげえいっぱいカレー食って。 で、あ、そうなんですね。頑張ってください。って言って帰ってくるみたいなことでしたので。なので、あの、割と宗教の人って乗っかると、ただで物もらえるんですよね。自分自身が別にそれに浸透して、じゃあこれが正しいんだってなるっていう、なんかその自分自身の考えがあまりまとまってない以上であれば危険性があるのかもしれないですけど、別に僕はあの、神様とか基本信じてないので、なので、あの、いくら何を言われても、あ、あなたは信じてるんですね。わかりました。僕は違いますって話をずっと言うんで、でもなんか食べ物とかなんか本とかもらえるんだったら全然もらえますよっていう。 そういう感じなのであの、特にリスクとは感じてないです。別にあの彼ら悪い人たちじゃなくて、本当にその神様がいて自分たちの考えが正しくて、それを見あの多くの人に広めたいと思ってて、そのなんか監禁してボコボコに殴って俺たちの言うことを信じさせようっていう人はあんまりないんですよ。 あのたまにそういう宗教もあるっぽいんですけどあの基本的にはないのでなので行くと割と親切にいろいろ僕たちはこう考えるんだよねこう思うんだよねって言たと「ああそうなんすかあカレーにお借りしていいすか?」みたいなそんな話になるので相手も自分の話を納得してくれない人がいるのも分かってるしでも自分たちの話を誰かにしたいっていうのがあるのでなのであのカレー食べさせてくれるって話なのでお互い微妙じゃないかなと思うんですけど。 2世3世かっこ信仰全くなしの彼と結婚したいと思ってますが私の親には脱会させるか私を出演するかどちらかと言われています脱会はできたかないと思いますが彼のご両親かっこで心な信者さんとの関係不安です彼は親を悲しませたくないけど結婚するためなら脱会してもいいと言ってますがどうするのが正解かわかりません脱会してください いつ人が考えを変えるのかわからないのと、あと結局その親族の中にその宗教熱心な人がいると、その親族の中でその勧誘を始めちゃったりするんですよね。で、あの、宗教の勧誘やってる人って良かれと思ってやってるんですよ。 たね、あの、うぜえなって思ってたも、でもこれもあなたのためなんですよみたいな感じでって、ラちチャからですよね。そんなに接点がないんですけど、親戚になると、まあ親戚の集いがあるみたいな仲のいい家族だと、なんか年に1回とか2回は必ず集まりがあって、で、そこで宗教の勧誘があって、で、お前があんなやつと親戚になるからこいつが毎回来るんだよ。マジうぜえっていうのを、毎年毎年別の親戚から責められることになるんですよ。 っていうのが嫌なのであれば、あの、常にその、結婚相手の人っていうのは脱会してもいいって言ってるので、であればもう脱会してもらった方がいいと思います。要はもうそういう宗教っていうのが嫌だから脱会するんだよっていうのが明確になるし、で、逆にその、脱会するって口で言って脱会しないタイプだと、あの、旦那さんも途中で心変えて勧誘し始める可能性もあるので、なので、脱会してもらうのがいいんじゃないかなと思います。